もう一発目で気持ちいいなって思いましたね。佐藤マンションというバンドの三男ボーカル佐藤和夫です。岩手県出身の四兄弟バンドなので、あの岩手の方々はすごくお世話になってたりもするので、まあ、もっともっとこう、もう岩手の人は知らない人がいないぐらいに、ちょっと岩手にこうもっともっとアプローチしていけたらなと思ってます。もう一発目で気持ちいいなって思いましたね。その何がっていうかは分かんないですけど、多分腰があるんじゃないですかね。だと粘りもありますね。いや結構歪ましてもそのなんつうんですかね、気持ちいい倍音がすごい出るので、まあ、意外と歌物でも合うなと思いましたね。あの歌を邪魔しない感じですかね。あんまりこう尖りすぎてないので、ディストーションまでいかないぐらいの歪みなんで、多分歌物でボリュームさえ気をつければ歌物でも歌が入るような音になる気がしましたね、うん、あの歪ませると歪ませ、うん、深い歪みのやつだと、うんうん、そう思いました。まあ、やっぱり歌物の時は割と逆に歪ました方が歌が目立つと思うし、まあ、ギターで目立ちたい使い方をするんだったら弦を下げると、なんか逆にこうハイがバキンと出るような気がして、あのギターを バキバキ攻めたいんだったら弦をちょっと下げる、で歌物で使うんだったら弦を上げてボリューム下げるみたいな、どっちの使い方もできると思いますけど、それを多分好みというか、ボーカルギターじゃないですかねと思いましたけどね。まあ、僕もボーカルギターなんですけど、なんかいい意味で邪魔しない音だし、例えばそのもう一人ギターがいるバンドに合うような気がしましたね。あの馴染ませることもできるし、あの飛び抜けることもできる、どっちかというと馴染ませる系が合うような気がしました僕は。Thank you.